まあ、ナブロスサーロンで控えた前哨戦なんで、適当に。まあ、こっちがやられる。なんかレベル4って数えられてるけど、よくわからない。誰かがなんか一番最初に、一番右のね、誘導者さえ攻撃してくれれば、一瞬で終わりなんだけど、まあ、それを攻撃しないっていうギャグだったから、今聞いてた。で、一番最後まで攻撃しない。まあ、いいけど。もちろんノンダメージですね。向こうのスピードが遅すぎてさ、全員5以下だから、こっちは5以上で組めば、全部食らうことになるからな、相手がそれ。レベル1盗賊は言ってもいいぐらい弱い。ああ、さて、メインディッシュ行くよ。ほら。よくわかんねえけどよ。やってやるぜ。そんなこと悠長に言ってる場合じゃないでしょ、おばさんって感じだけど。さてと、マスターオブモースさ、ナグゾスさ。一回もこのクロニクルモードはセーブデータをどうこうっていうことを一回もしてねえからな。まあそういうわけで、じゃあ編成組むんでね。その前に、じゃあまあこれだけの相手だからどんな状態か、うちがこの二人がもうダメです、で、まあこいつもとうとうあそこで若返らせるかどうかっていう選択肢があったんで、僕はこっちを選んでしまったんで、でこっちが、こんな強い状況になって、ここを2人が今強い状態、非常に強い。こいつ今ちょっとガラクタを外してるから本来の強さが出てる。めちゃくちゃだねもう、いやー、やってはいかんことをやってるよ。ほんと303か強さ。まだ子供も一人だけだし、これから楽しみで、他のキャラクターっていうのは、こいつがもう定年、をちょうどあと1年で、ここら辺もこの人はね、もう終わりだね。彼らの引退試合になるのかどうかな。で、まあここら辺、まあ強いんだけど、ルカ・グランデルの団長の娘でも、なんか今のうちの隊の編成がバルキリーとか、ああいうアーチャーとかそういうのがいるようなフォーメーションじゃない。で、こいつは今回絶好調で、だいぶ今回の編成を支えてくれたのもありますし、で、若いけども本当に脅威の破壊力でここまで一気にいったんで、これ全然子供じゃなくて普通に入ってきた、入団してきたので、辛さがちょっと 22.7 とか。で、これは子供で入ってきたやつかな、前の。まあでもそこそこ強いね、やっぱり。防御補助とか、ああ、でもキュリクの兜をかぶってるから。で、このアイテム確かプラス10ぐらいの効果があるから、まあ普通だな、こいつは。まあ15歳に期待してどうするんだって感じだけど、で、あと、まあこんな感じかな、これ団長で、まあやっぱりそこそこ強い。うちの段がちょっと他に強いやつがいすぎて目立たないけど、まあここら辺もやっぱ強いですよ。じゃあそういう感じで、ナグゾス戦を編成しようと思うんで、しばらくお待ちください。さて、やります。結構考えました。うん、これが最強だと思います。じゃあこれで、行くんで、見ててください。まあもちろん僕は持ってるのを全部出しました、今回は。前回のモルガルンとは違ってね。
全てのなんか悪いものを持っているのは悪夢みたいな。トラックはね、本当に残念でならない、発売されないのが。なんで？著作権がどうたらこうたら、パクリ疑惑があるから発売しないとか、そんなの関係ないでしょ、もう。パクリ疑惑って言ったら、パクってるってなんか言われてる、言ってる人にもお金あげたらいいじゃん。そんなの、何が元になってるのかわかんないけど。そんなん僕、6枚買ってもいいぐらい。プレイ動画として収めることができたな。もっと友情のあれが見える。いい音楽だったな。後でちょっと何回もせっかく収録したから、ね、聞いちゃおう。で、なんだっけ。 あとはもう非常にどうでもいい敵がたくさん残ってる。あとお家帰ればいいんだけど、まあ近いから片付けてから帰りますか。もうあとはなんか、平凡な展開なんで、ここで一回ね、切ることにします、収録としては。帰還時にもう一遍収録を始めようかと思います。やっつけちゃったしね。それじゃあ、また、今度、ご覧ください。